受動詞ね。B センチ版難かったんですよね、めっちゃ。守備部分もやってみましょうかね。1やったことないんですよね、僕まだ。ゲームセンター CX でね、見たことありますけど。2は持ってんですよね。2は持っててやったことありますけど。3も持ってましたね、昔ね。3は CD ロムロムでしたけどね。持ってましたよ、昔。なんで売っちゃったのかな、ほんとね。後悔してんですよね。じゃあ、1やってみましょう。守備部分。さっきのエナジーと同じメーカーですね。あ、違う違う違う、間違えた。なんで2人分すんの？ちょっとリセット。間違えて。あれ？ちょっと待って。これリセットできないよね。あ、リスタートか。リスタートにすればいいのね。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って。僕、女の子でやりたいね。僕、この間、前ね、この間っていうか結構前に、スリービンマン2もやったんですけど、女の子でプレイしたんですよ、その時はね。はい。キャピコね。お、気がついたか。正義の味方、守備ビンマンになった気分はどうや？守備ビンマンじゃないよな。守備ビンウーマンですよね。あ、これ A ボタン、バーって勝手にあれするんですね。なんていうのかな。あ、こんな感じか。面白そうですね。守備ビンマン2は、あれなんですよね。守備ビームっつって、弾をね、出して戦うんですけど、これ剣なんですね、このゲームはね。ゲーム性がちょっと違いますね、2とね。いや、僕、ゲームセンター CX 見てるけど、忘れてますね、ゲーム性は。あ、スラッと。うわ。ちょっと待って。もうやられかけやんか。こういうことでしょ、みんなが僕が下手、ゲーム下手くそっていうのは。初見だからこうなるんですよ。初見ってみんなこれぐらい下手なもんですからね。初めてですからね、僕これやるの。やばいな、死ぬな、これ。ああ、死んだ。あ、死んでしまったーって出るんですよね。そうそうそう。これは見たことありますね。これ、マップ行きたいとこ決めれるんじゃないのか。いろいろあれか。いや、初めてってみんな下手くそですよね。やっぱりどうしても。難しいですよ。初めてで上手い人なんかいるわけないですから。あ、危ね。なんかこれ、あれですね。このコントローラー、A ボタンか、なんか連打っぽいよな。連打っぽくなるっていうかね、勝手に。連打したくなくてもね。そういう設定になってるのかね。うわ、これ強い。あ、ボスか。ボスっぽい。弱っ。めっちゃ弱かったね。まあ、一面のボスやからね。
ようやったようやったわしも鼻が高いでこの調子で行くんや。何もできませんが休んでいってください。どこに行くんや。いや、2よりこっちの方が面白いんちゃうかな。なんかそんな感じがするな。ゲーム性的にはこっちの方がなんか面白い気がするね、2よりね。あった。え、あ、ここに乗るのか。あ、これだった。あ、死んだ。回復してないんやね、これ。回復してない状態なんやね。身の程を思い知るが映画や。これもう一回行けるんかい。ここ難しい。トポイントがね。うわ、厳しいな。あと一発で死ぬんだよこれ。あ、もう一目とないな。当たらないか、当たってないか。当たった。うわ、ちょっと今度守備メンバー使ってみよう。まあ同じでしょうけどね。これ選べるんやね、面がね。3つから選べるの。これこういってみようか。あ、振り方違うんや、剣の。なんか女の子よりこっちの方がなんか操作しやすい気がするね。なんとなくね。おっと危ねえ。メサイアの会社がありますね。NCS っていうのはね。ボスか。あ、さっきとまた違うボスですね。違う面選んでるから、さっきとは。倒しました。
改造超人やから、一応人造人間みたいな感じなのかね、この主人公たちはね。はい。おみゃ、なかなかやるがや。でも、次でおしみゃだで、覚悟するがええ、覚悟するがええがや。名古屋弁みたいな感じやな。本館の代わりに町の人たちを助けてください。どうするんや。あ、行けるとこが増えたのか。こっち行ってみよう。なんかこうステージクリアすれば行けることところが増えたり、ステージが選択できたりっていうのはちょっとロックマンっぽいところあるね、うん、ゲーム性的にね。あ、これリフトや。お、難しいな、このリフト。うわ、難しい、このリフト。あ、もう死ぬやん。針が飛んできてる。あ、死んだ。こうやってみようか。いや、2よりこっちの方が面白いね、ゲーム性的にはね。面選べないもんね、2はね。あー、しまった。難しい。リフトの動き早すぎるわ。もうあと一発食らったら死ぬもんね。あー、なるほど。上に上がる。あー、終わった。難しい。はい、終わり。むずいな、これ。